皆さん、こんばんは。こんばんは。はい、はい、ということで配信ライブ始まりました。はい、見てくださってる皆さんありがとうございます。ありがとうございます。本日ははい、はい、令和2年7月26日でございます。はい、いやいやいや、そうですね、そうなんですけど、はい、そうなんですけど、我々の故郷がちょっと大変なことになってるじゃないですか。そうですね、はい、はい、ということでですね、九州に、こう襲来している豪雨災害ですねのチャリティー企画ということで、本日無観客配信ライブという感じでスタートしましたよ。はい、はい、そうですね。ね、さっきこう確認してびっくりしたんですけど、みんな福岡だったんですよね。そうですね。はい。福岡でしたね。はい、地元どんな感じですか？地元、雨ですか？はい。私は大丈夫だったんですけど、うん、福岡市内には結構大丈夫だったみたいな話は聞いてるんですけれども、うん、でもね、やっぱり、すごい雨が降ってるところ、今も結構雨の天気が続いているので、すごく心配だなとは思います。ですね。そうですね。はい、チェレスさんはどうですか？はい、うちもですね、ちょうどそれこそ雨すごい降ってるなって思った時に、ちょうどうちの家族にね、電話したんですけど、まあみんな元気で良かったなとは思いつつも、やっぱりですね、福岡以外もね、特に熊本とか鹿児島とかあっちの方もですけど、すごい、もうテレビで見るだけでもすごいじゃないですか。めちゃくちゃもう橋流されるぐらい勢いで降ってるな。結構やっぱ心痛みますね、見てるとね。はい。私も出身自体は福岡なんですけど、親戚が熊本の方にいまして、もうまさにっていう。でも、そこは大丈夫みたいなんですけど、逆にその、上京する前に住んでいた、佐賀県にちょっとだけ住んでたんですけど、そこは、友人の話によると、もうちょこちょこ、ここ通行止めですみたいに浸水しちゃってるところがあるよって言ってて、なんか、すごい雨降った時とか、台風の時とかでも全然大丈夫な場所だったのに、あそこも通行止めになってるの、うん、っていう、すごいんだなって、そんな雨雲を早く吹き飛ばしていけるように今日、はい、はい、頑張っていきたいなと思います。はいはい、自己紹介してないですよね。そうですね。ごめんなさい。そうですね。自己紹介を。はい。じゃあ、私からしたいと思います。はい、福岡県、福岡市出身。現在は都内でライブ活動をしております。塩田と言います。今日の意気込みとしましては、やっぱり、すごい、なんか、自分の大切な場所とか、やっぱずっと住んでた場所とかが、やっぱりこう、雨の被害で、なんかこうニュースで、ね、見た情報なので、それをこう丸呑みにしちゃダメかなと思いつつも、すごいなんかこう大切な場所、景色とかがどんどん雨でもなくなっちゃったっていうのを見て、すごい辛いな、苦しいなと思いました。なんか、まあ、そういう人が、ね、こう直接見てるってわけじゃないと思いますけれども、皆さんでこう私たちが今日はライブで元気を届けて、皆さんと、少しでも募金という形で力になれたら嬉しいなと思って、精一杯楽しい時間を過ごせるようにライブしたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあ僕行きますか。はい、はい、どうもジェレスです。こんにちは、こんばんは。そうですね、僕も、福岡県福岡市出身です。はい、ちょうどですね、僕は3年前の、このね、ちょうど夏に上京してきました。なので、僕今ですね、29なんですけど、26年間はずっと福岡にですねいました。で、まあおじいちゃん家とかがね、熊本とかにもあって、でやっぱそういうところも、ちょっともう今もおじいちゃんじゃないんですけど、まあ、そのあたりもやっぱね、すごいこうやっぱ雨の被害を受けてたみたいな話とかやっぱ聞いて、すごい嫌だななんてこう思ってるところもありますし、なんならもうね、住んでる方たちは本当もっと今ね、苦しい思いをしてるなと思うんですかね。僕らはね、なかなかこう
メディアで見るぐらいでしかやっぱ、その状況というのは分からなかったんですけど、少しでもですね、今回あの災害ドラムさんが、こういうふうにしてチャリティーをやろうと、言ってくださったので、まあ、あの僕らができることって言って音楽とか、まあ、そういうものでですね、少しでも、元気を届けられつつ、他にもちょっとね、いろいろ力になれる方法が今回はありますので、ぜひそういうのでですね、パワーを届けていけたらなと思ってます。今日はよろしくお願いします。はい、それから私、森谷由香と申します。出身というか、まあ、生まれが福岡県福岡市なんですけれども、ちょっと家庭の事情で 1,2 年おきに九州の中あちこち行ってたんですよ。なので宮崎だったりとか佐賀とか長崎も住んでいたことがあって、でそれこそあの親戚だと、まあ、熊本だったり鹿児島だったりっていうの、あと大分か、もうあの本当にもう九州全体に住んでる感じなので、なんだろうな、今回のそういった豪雨の被害っていうのが、私が今まで関わったことがある人でもうちょっと連絡取れなくなっちゃってるような人たちでも何か被害があったりとかするのかな、大丈夫なのかなっていうのが結構心配になってて、でそんな中この阿佐ヶ谷ドラムさんがチャリティー企画やりましょうっていう風に言っていただけて、なんかあ、私にもできることあるんだって、その思いをしっかり今日届けていきたいなと思います。よろしくお願いします。ということで、今日は九州というか福岡出身、はい、3組で、はい、頑張っていきたいと思います。頑張りましょう。はい、頑張ります。はい、これはまずトップバッターかな。そうね、一旦かけますね。二人にちょっとだけ
け特別な気持ちがあるよ。初めての感情を鼓動にリンクする。体温計壊れちゃったかな。自分のことわからないまま、あの子にアドバイスまでしちゃって、胸が痛いや。世界は恋に落ちて、気づいたこの想いはもう遅いの。あの子の方が可愛いの知ってるようだけど、うまくいかないでなんてね、逃げ出したくせに。バカ。諦めたくない。春に咲いた花が恋をした。花は石に上を向いて学んだ。青い夏のつぼみも恋をした。咲かない花と火薬の匂い。本当の気持ち言葉にして、トップバッター務めさせていただきます森谷由香です。改めましてよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ちょっとね、多分チャット等でコメントいただいている方いるかと思うんですけど、見えない見えないありがとうございます。1曲目がですね、アニメアオハライドのオープニングだったかなの、世界は恋に落ちているというチコ&ハニーワークスさんの曲になります。こう、なんだろうな、今回このチャリティーライブをやりますってなった時に何の曲を歌おうかなって考えたんですけど、なんか私の中で夏っぽいなっていうのと、あと雨上がりに似合う曲っていうイメージでちょっと今回選曲をさせていただきました。で、こちらがですね、動画というか、まあなんて言うんでしょうね、 PV ですかね、が花火のシーンがあるんですよ。それがすっごく綺麗で、まあ、ちょっと雨もそうだし、今この世界的に大変な状況の中で結構花火大会とかもね、なかなか開催されてないっていうことで、あんまり夏を感じられる場所っていうのが
結構少なくなっちゃってるのかななんて思いつつ、うん、でその、まあ、私も上京する前にあの地元でちょっと大きめの花火大会、近いところとかちょっと遠いところとかあちこち行ってたんですけど、あの花火のドーンドーンっていう音がすごく好きで、で生まれは秋生まれなんですけど、あの夏の季節っていうのもすごく好きで、その九州のあちこちに あの海行ったなとか、あの山に行ったなとか、うん、なんかすごくこう思い出がいっぱいいっぱいある季節なんですよね。まあ、もちろん他の季節もそうなんですけど、うん、なので、まあ、ちょっとそれを思い返しつつ、あとはあの、まあ、この曲がですね、あの友達と、仲のいい友達と好きな人かぶっちゃったみたいな、そういう話なんですけど、いや実はですね、私もちょっと中学の頃に似たような経験がありましてはい、まあ、どっちもね全然何もなかったんですけど私も友人も、うん、もうなんかそういうのもいろいろその、なんだろうな、故郷というか九州での自分の今までの人生っていうのを思い出せるような曲だったので、1曲目に選ばせていただきました。いやでもいいですね、花火デートとかしてみたいですねやってみたいなっていう、でですね、ちょっとまあ早速次の曲に行きたいなと思うんですけれども、2曲目がですね、こちらもアニメのオープニングですね、カードキャプターさくらのプラチナという曲になります。これもね、なんかその爽やかな感じ、雨雲どっか行けっていう気持ちで歌わせていただきたいなと思いますので、よかったらあのご存知の方はね、一緒に歌っていただければと思います。ではお願いします。Oh,
ありがとうございます。はい、私この歌詞のその思いが全てを変えていくよっていうのがすごく大好きで、なんかまあ、どうしようもならないことをすぐにはどうにもできないことって、まあ、もちろん今回もそうだと思うんですけど、いっぱいいっぱいあると思うんですけど、でもなんか人の気持ちって現実を動かしていくんじゃないかなっていうのを私は信じていて、それはもちろん自分自身の何か、なんだろうな、こういう風にやっていくぞとか、こうなりたいなとかっていう、そういうのをまあ変えていくっていうのもありますし、そうじゃなくってパッと見人の力ではどうにもならないようなことでも、みんなで願えばちょっとずつちょっとずついい方に向かっていけるんじゃないかなと信じています、うん、でなんかそういうそうなったらいいなっていう気持ちで歌わせていただきました。いやでもこれ本当にちょっとコメント見えないの寂しいですねありがとうございます塩田さんがこうね、あるよあるよって見せてくれてますね。そうで、せっかくね九州出身者限定だから方言で喋ろうと思ってたのすっかり忘れてたんですよ私。もう今更っていうね、うん、で始まる前にちょっと楽屋トークっていうんですか、で私昨日の夜すごいウキウキしてて、そうだ直すが通じる環境になるんだって思って、さっきちょっと盛り上がったんですけど、方言で直すっていう言い方があって、まあ、多分西日本の人は割とね九州以外の方でも、あ知ってる知ってるってなると思うんですけど、物をしまう片付けるっていう時に直すっていう言い方をするんですよ、うん、でもうね上京してきて最初に行ったバイト先とかで、あこれほうき直しちゃっていいですかとか言ってポカーンとされるみたいな、でそこからはわくっていうのもポカーンってされるって言ってて、そうこっちの人、こっちの人とか、まあ関東の人は吐くって言わないと、なんかほうき、はわくってどういうことみたいな、なんかその結構方言ってイントネーションっていうんですか、こう上がり下がりとかでこう違うよねっていうのもあるんですけど、まあ、そういうね単語の違いっていうのも結構面白いなーなんて思ったりしてます、うん、あでもそんなこと言った後でなんですけど、私イントネーションの違いも結構面白いなと思ってて、塩田さん気づきました？1円じゃないんですよ、1円なんですよ、1円玉の1円なんです。そう1円の方が多分しっくりきますよね。そう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 、なんかそういうちょっと上がるところが多いんですよね、福岡弁、福岡弁っていうか、まあ九州弁って、うん、なので誰とかどれとかっていうのも誰どれみたいな、わかります？誰どこって言いますよねなんかね、そういうの組み込んだ上でさっきトークしとけばよかったなって今ちょっとすっごい後悔してます。あでもアフタートークがあるみたいなんで、アフタートーク九州弁で喋りましょう、喋りましょう、喋りましょう、やったありがとうございます。はい、まあそんな感じでね、結構ホワホワした福岡人でお送りしております。まだ時間は大丈夫かな、ちょっと大丈夫そうですね。はい、まあ、ちょっと改めてですね、今回の、豪雨災害、被害に遭われた方、被害に遭われた方の、ご親戚ですとかお知り合いの方、皆様本当に心からお見舞い申し上げます、ね、ちょっと遠く離れた関東からなんですけれども、思いを届けられるといいなと思いながら最後の曲をね、お送りしていきたいなと思います。で最後の曲なんですけど、私が小学校の卒業式でみんなで合唱した曲なんですよ。って言うと、多分合唱曲一人でやんのみたいな。ってなっちゃうと思うんですけど、違うんですよ、違うんで。全然、J-POP の曲なんですけど、スピッツさんのチェリーという曲で、ついね、最近まで私、タイトルがなんでチェリーなのかってピンときてなくって、あ、そっか桜かっていう、そう、もともとですね、この阿佐ヶ谷ドラムさんで春先に九州出身者限定のそのライブをやろうみたいな
画があったんですよ。で、まあ、ちょうどその、まあね、時期がかぶっちゃってるんですけど、その新型コロナの影響で、ちょっとあの私は辞退をさせていただいたっていうことがあったんですけれど、うん、なんかそのね、九州の底力を最後の曲に込めていきたいなという、その春先のね、桜の時期の気持ちを思い出しつつ、あとこの曲を歌うと多分私小学校の時の思い出がいっぱいこうぶわーっと出てきて、もしかしたらちょっと途中で泣いちゃうかもしれないんですけど、その時はあの画面をね、おーよし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 ってやってもらえれば嬉しいです。はい、でこちらもですね、あの多分知っていらっしゃる方結構いっぱいいると思うので、よかったら一緒に歌って元気になっていただければなと思います。はい、ということでチェリーお願いします。この想いを潰れるほど
しましょう。ありがとうございました。事故りました全世界。はい、ごめんなさい。はい、というわけで改めましてジェレスです。こんばんは、よろしくお願いします。はい、ですね、僕もですね、まあ、今回は全員九州出身ということなんでね、例に習って私も、福岡県福岡市出身という感じになっております。先ほどもですね、オープニングトークから見られている方いらっしゃったらね、聞いたかもしれませんが、ですね、3年前にちょうど本当に、何日か前でですね、綺麗にぴったり3年だったんですけど、3年前に上京しまして、今現在ですね、音楽活動、主にライブ活動、まあ、ちょっと今はコロナの関係でなかなかできなかったりはするんですが、ですね、ライブだったり、あとはニコニコ動画とか YouTube とか Twitter とかに動画を投稿したり、いろいろとかにもですね、ちょっと音楽に携わらせていただきながら、はい、活動しております。はい、これね、今回配信ということでですね、ちょっとなんかさっきやられてるのを見ててコメント見れるよねと思って、僕も携帯をですね、これ持ってきました。お、すごい、ススススー、お、すごい、いろいろ見えてます。皆さんぜひぜひですね、コメントで、ここの周りはですね、すごいパッと今見えないのであれなんですが、ちょっとこう
ね、ソーシャルディスタンスを保ちつつ、すごいこう静かにですね、やってるんですが、その中でもぜひぜひ皆さんコメントをね、いただければ、それでですね、またこう、みんなで盛り上がって、今回の九州豪雨の件でもですね、コロナの件もそうですし、ぜひちょっとね、みんなの熱い熱いパワーを、届けて、ね、こういければいいなと、そのために僕もむちゃくちゃ熱く、あとですね、残りのステージもやっていくので、ぜひよろしくお願いします。はい。お、ありがとう。みんなありがとう。コメントが見えている。頑張ります。はい。というわけでですね、これずっとコメント読んでても多分終わらなくなっちゃうので、次の曲に行きたいと思います。ですね、さっき聴いていただいた曲は、今ですね、放送中のウルトラマン Z のですね、オープニングテーマ、ご唱和ください、我の名をという、曲を歌わせていただきました。で、次ですね、続けて、2曲ほど聴いていただこうと思うんですが、次の曲はですね、オリジナル曲を、持ってきました。でですね、1つ目が、もうこれもちょうど上京するちょっと前に作った歌なんですが、No Doubt という曲と、あとですね、Flight Night とちょうどシングルで、僕が作った思い出の曲になります。その2曲を、今回続けてですね、聴いていただきたいと思います。では、聴いてください。No Doubt。まっすぐに駆け出したサンデーフライウェイ、ときめきを探しに行こう。たまにはないものねだり、そんなわがままも悪くはないのさ。鮮やかな火花散らせ、全てが輝き出す My precious time。 誓うよ、君の描いた物語へ問いかけるよね。 No pain, no way、 いつでもそばにある。過去に揺られ、いつもマンネリの狭間でも描いていた。一筋の光求め、誰もが見つめている My precious time。 時には泣き今しかできない、そんな毎日を探して、僕は行くよ。見せかけのサメ、 No pain, no way、 いつでも叫んでる。繋いだこの輪はどんな形でもたどり着きたい場所まで、きっと導く。
しく気高くいつも強くあれ問いかけるよね No pain, no way いつでも駆け抜けよI say goodbye Don't be afraid 新しい明日が待ってる方へ踏み出すんだ さあ声を上げよう胸が高鳴るターゲットを見据えてさあ空港かいつでも僕の中にある景色を守る強さ求めまた飛び出す進む先はいつも向かい風だろう乱気流をも越えて君の元へ行きたいよ いつか僕が見てた空へ虹かけよう明日を紡ぐから誰にも止められないそんな気持ちが心の壁貫くのさ遥か遠く響かせたその答えなくしたのように進んでいくんだどんな時でも手を伸ばせばきっと確かなものが掴めるはず空へ誓い立てる I'll be yourself まだ見ぬ場所へと今羽ばたけその手で強くに切り締めた小さな希望を離さないで近づいてる変わりゆく未来を刻み込む知らない夢届けに行こう流れる雲の先見つめ進むのなら恐れはしないとあの日の君だけがそんな言葉を軽々しく嘘を言ったね空へ虹かけよう明
スを作るから、誰にも止められない、そんな気持ちで命の歌奏で会おう。遥か遠く響かせたその答え、なくさぬように進んでいくんだ。どんな時でも手を伸ばせばきっと必ず僕が迎えに行くよ。ありがとうございます。はい、ジェレス氏のですねオリジナル曲ノーダウトとフライトナイトの2曲を聴、いていただきました。はい、見ての通り汗だくでございます。どうなんだろう、カメラでどう映ってんだろうな。見ますね、コメントも溜まってるだろう。よいしょ。はい、お、ありがとうございます。はい、はいの顔文字がいっぱいありますね。ですね、思ったより汗っぽくないね。カメラ越しに自分のこうちょっとカメラチェックをして、はいね、お、ぶっ飛ばして、はい、熱く歌いますよ、ぶっ飛ばしますよこの女性。はい、ですね、何を話そう、お、汗ほとんど見えてないです。輝いてるよってすぐなんかあれみたいに、ね、ちょっとボディービル あの切れてるよみたいな感じですね。はい、すごい、あのソーシャルディスタンスゆえに会場内ではささやかなちょっと笑いが起きてますが、はい、ありがとうございます。お、いいね、けど大体ねライブするとすごい汗かくんですよ。もう今ね、知ってる方は特にこう最初見たことある方はね知ってるかもしれないんですけど、死ぬほど汗かくんです、うん、けどねお水飲む時の間が困るね、ちょっとね。という曲が多かったので皆様は多分パソコンだったりスマホだったり、ね、だったりの前でおそらく今ご覧になっていると思うんですが、ちょっとね飲み物とかぜひ取っていただいて今の間に、はい、整えていただければと思います。よいしょ、ね、ここまでコメントいいよ。はい、草が生えているだけでした。はい、以上、ですね、今3曲やりましたね。はい、僕の持ちね、僕ですね、あと2曲ほど歌わせていただくんですが、次の曲はですね、アコースティックアレンジの、音源で歌うんですが、これもし僕をねご存知の方がいらっしゃればすごいよくこいつよくこの歌歌うぞと、なる歌をちょっと1曲お送りしたいなと思っています。ですね、まあ知らない方もいっぱいいると思う、クロコのバスケっていうですねアニメがあるんですけど、そのオープニングの Can Do という曲をですね、僕すごいもうどこでもかしこでも歌ってたんですよ。はい。なのでね、なんか大体こいつ出てきたら Can Do 歌うだろうぐらいの感じの、キャラ付けをですね、していたんですが、はい。なんと今回もちょっと阿佐ヶ谷ドラムさんのご好意で、なんか本当はですね、ちょっとセットリスト、すごい大人の事情はまああれなので、まあちょっとやっぱ配信というね、まあ、結構今皆さん多分世間いろいろ見てらっしゃると思うんですけど、配信とい う兼ね合い上、いろんな大人の都合が絡んでくるんですが、なんとバッチリキャンドゥのですね、アコースティックアレンジを、ですね、用意いただけたので、そのね、アレンジで、今回はちょっとじゃってね、まあ、熱い曲なんですが、ちょっとしっとりめで、もうないな。はい、普通に熱く歌います。はい、では聴いてください。キャンドゥ。めっちゃコメント拾いますよ。お水美味しいって聞いてるから、お水は美味しかった。だから言ったじゃないか、弱さを意識したって前になんか進めやしないんだぜね。ただ一部演出したって誰も向かうと孤独が苛む夜にだって明日待ちわびる光がある。強なる弱い自分を
始めるんだ。やれるもんさ、そこから前を向いちゃって歩け走れ何度でも調子発生の声だっていざそれがどうしたんだって叫ぶんだ俺の番だ。 Can you do it? するとどうだろうなんだって怖くなんかなくなってんぜ今日が我が身だ。 I can do it! You can do it! We can do it!タラの子だって微笑むせね去ったままじゃ勝利の女神も振り向かんぞ。試しに問いただしたらどうだい、どこまでやれそうかってことを諦めてきた昨日を無駄にしない勇気を弾け飛んだ胸の今すぐ出し飛び出して Waking up Breaking up 瞑想でも勝てばっか輝なんか言ってばっか調子こいてんな。勝つのは俺だろ。 Can you do it? 知ったこっちゃねえぞ baby 周りなんて黙らせやんぜ。明日もわかみだ。会場はすごく静かです。はい。よいしょ。ではコメントも読みつつ、よいしょ。お、ジェレスさんといえばこの曲のイメージです。ありがとうございます。ね、グランロデオさんに直接お礼を言いたいですね。ぜひ、お、叫びたい。ぜひね。ちょっとね、まあ今回はちょっと豪雨の、話ではね、ありつつもやっぱり、まあ僕らが住んでいる今、ね、今住んでいる東京とかもそうですし、いろんな、まあそれこそ福岡もね、結構コロナはすごいね、罹患者いっぱい出てて、こう大変な思いをしている中で、さらにこうちょっと雨とかでね、すっごい思いをしているんですけど、お、ライブ感伝わってきて楽しいですね。ありがとうございます。パチ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 いっぱい。ありがとうございます。もう皆様がコメントで盛り上げていただくことだけが今、はい。ちょっとね、会場が諸事情により、もう本当、もう先ほどからお伝えしております、ソーシャルディスタンスによりですね、なかなかこう、温度感というか、ね、ちょっとこう、なかなか普段はね、やらないような、お、
痩せたみたい、痩せて見えてたらいいですね。マイク離して喋るのやめよう。ですね、まあちょっとコメントも拾いつつなんですが、次の最後の曲ちょっと軽くね、ちょっともう時間もね、時間なので、はい、お話をしてから行こうかなと思います。最後にですね、やりたい曲は、先に曲名を言うとスカイという曲なんですが、この曲ですね、先ほどから言ってるその九州豪雨もですけど、まあその前に、今回コロナがいっぱいありまして、その時にですね、やっぱ、福岡もそうですし、僕らのね、住んでる東京もなかなかね、ライブができないとか、音楽活動がすごい、制約されている中でですね、今なかなかこう難しい状況になっているといったところなんですが、その時にですね、ふと、九州の地元の音楽仲間からみんなでリモートで音楽を作ろうということでですね、提案をされてまして、その流れで、みんなで、僕は今回ボーカルと作詞担当で入って、まあ、作詞はもう一人ちょっと共作で昨日入ってたら言うんですがですね、みんなでリモートで、それも九州の仲間たちとですね、作った曲になります。本当に今回一度も誰とも顔を合わせることなくですね、新しい形だなと思いながら、作った曲になります。最後にですね、僕の出番最後にその曲を歌って、九州ね、今苦しい思いをしていると思いますが、パワーを届けられたらなと。そしてまた、ですね、もう僕も福岡もすごく大好きだし、九州熊本とか、ですね、大分とかすごくよく行っていてお世話になっていたところでもありますし、九州全体ですね、やっぱ、好きな場所なので、またね、この今回の、配信だけじゃなくて、いろんなところでね、いろんな方が音楽のパワーだったり、他にもですね、できることいっぱいあります。そこで、いろんな力を添えていただいて、またね、元気な、九州が戻ってくればいいなと思っています。では最後の曲聴いてください。スカイ。
明日への道しるべさ、今向かい風の中踏み出してゆく、重ねた光空に響かせて作り出せるさ未来。ありがとうございました。ジェレスでした。この後も最後まで見てください。バイバイ。命でも私たちまた抱いてる魂。
しい握りがなられてく悲しい握りがなられてく翔太と言います。よろしくお願いします。まず最初の曲は青函飛行歌わせていただきました。こちらの曲は、マクロスフロンティアの曲ですね。では今日はコメントを読みながらしていこうと思います。皆さんたくさん見てくださってありがとうございます。こんばんは。もうめちゃくちゃ嬉しい。キラも一緒にありがとうございますということで、1曲目はアニメソングのカバーをさせていただいたんですけれども、今日はね、九州の出身3組で、盛り上げるぞ、元気を届けるぞということで、私も、力いっぱい歌わせてもらおうと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。次は私のオリジナルソングを歌わせてもらおうと思うんですけれども、私が初めて作詞をした、皆さんにもこう何か後押し、元気になってもらえる曲なんじゃないかなと思います。聴いてください。スタート。ワン、ツー、スリー、ゴー。だから想いを抑えてんの、溢れ出してきてるの、僕の惹かれるものはなぜか果てなが並んでる道のメロディーだと思う。それが多い少なくても、一度食べてみたい。そして気づくの、酸っぱいってそれでいい、そこしかスタート。一度聞いたよ、風を聞いて飛び立ちて行くの、夢中になってこう、ときめく心を感じたまま今描いて行くの。見ててね、ほら光が散る、この世界。一歩二歩踏み出す足音は、奇跡を刻んでる、もう滝の絵ずみ名前報いてない、この想いはとても大切で、いつかどこかで動き出すその時信じてね。ここしかスタート、一度切りたよ、失敗なんて笑い飛ばせるの、弾けるイモーション大好きなまま、今の連続で描いてゆくの。見ててね、ほら光が出てく、この世界。限りある時間だから、人に愛を届けて待ったろう。大好きだから
どこかすだった一度きりだから絶対諦めること知らないで見えるよほら光輝くこの世界ありがとうございます。続けて聞いてください。モノローグ2曲続けて聴いていただきました。こちらの2曲は私の、ファーストシングル初めて作ったあの CD の中に入っている2曲を歌わせていただきました。聴いてくださってありがとうございます。
ですね、今回このチャリティーライブということで、まあ、元気を届けるぞっていう意味と、またこの音楽を通して募金の、ね、機会を作れたらということで今回のイベントを行っていますが、そして ありがたいことに本当にありがとうございますなんですけれども、募金の金額がなんとさっき、ね、いただいた情報なんですけれども1万円を、もう超えているということで、本当にもう本当にこれはお気持ちなんですけれども、こうやって音楽の通してこうやって皆さんの募金を集めるというか、うん、集めることができて、私もなんかすごく、まあ、光栄だし、私もね力になれたら本当に嬉しいなと思っているので、本当にねそうやってくださった方本当にありがとうございます。またねこのライブを通して本当にたくさんの方に元気届けられたら嬉しいなと思っていますので、ぜひ一緒に盛り上げてくださったら嬉しいですということで、ちょっとコメントを見たいと思います。たくさんの皆さんコメントとっても嬉しいです、嬉しいです , 笑顔素敵、明日から頑張れる、ありがとうございます、スキンもありがとうとっても嬉しいです、ありがとうございます。こうやってね聞いてくださる方がいて、私としては本当にとっても嬉しい気持ちです。今日はね配信ライブということで、自分のオリジナル曲とそしてカバー曲はオリジナルの、ね、音楽が使えないので、最初に歌った青函飛行はこれもマクロスフロンティアが大好きな方が、打ち込みで、ね、作った曲をお借りして歌わせていただいたんですけれども、次ももう一曲私アニメソングのカバーをさせていただくんですけれども、この曲はですねこの阿佐ヶ谷ドラムさんで定期的にイベントをされているザ・アニメランド F という、ね、イベントがあるんですけど、ちょうど主催の方もいらっしゃるアニメランド F という、ねまあ、イベントが行われているんですけれども、そこで制作しているアニメランド CD というものがありまして、そこの中から1曲私は、お借りして歌わせてもらおうと思います。聴いてください、エターナルウィンド。She's now me.
激しい痛みは誰のため、それがやっとわかる気がするか、巡り合いはそう奇跡なの、幾億の星がさまよう空、さよならが教えてくれたの、あなたの本当の優しさ、誰よりも大事な人だと胸を張って言えるわ、いつの日も光る風の中微笑んでる、あなたがいる Place of the Happy So Ever、 その輝きを信じて、ありがとうございます。エターナルウィンド、こちらの、ね、曲はそのアニメランドのメンバーであるあっちゃん、かすみ、牧野さん、もうたくさん素敵な、ね、本当にあの歌を歌われる方がいらっしゃるんですけれども、他にもたくさんいらっしゃるんですけども、あのそのあっちゃんが、大野あつこさんがこの曲を歌っているので、その、ね、コーラスが入っているので、ちょっとプチあっちゃんとコラボという感じで歌わせていただきました。ありがとうございます。よし、ちょっと皆さんのコメントを見させてもらいます。今日はね、この、まあ、歌のステージが終わった後にもトークタイムというのもありますので、その時にはね、もっとじっくりこちらのコメント読みながら、あのコメントトークタイムしたいなと思っております。あ、皆さんありがとうございます。嬉しいですね、やっぱパチパチってこうやって、あのこの場ではね、直接ではないですけれども、こうはね、すごいですよね、ネットはね、ネットを通じてこんな風に拍手をもらえるのはとっても嬉しいです。ありがとうございます。ということで、もう早いもので、私次最後の曲歌わせていただこうと思います。最後の曲は、まあ、私のオリジナルソングなんですけれども、もうちょっと皆さんと一緒に楽しい気持ちになれたらなと思ってこの曲を最後選びました。もし知ってる方いたら一緒に歌ってほしいですし、知らない方はね、ちょっとすぐ聴いたらすぐ分かると思うので、一緒に歌ってください。最後聴いてください。真夜中のメリーゴーランド。
daddy ちょっと待っちゃよ daddy please me daddy no no keep me コメントをより一層書く時間となっておりますということでカモン九州メンバーとトークタイム、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。かわいい、かわいかったです、すごくありがとうございます。お人形さんみたいと思って。いやいやいや、そんなそんな、そんな、はい、やっぱあれですね、持ち込めばよかったんですね、携帯を。そうですね。でもなんか、そうですね、お二人持ち込んでて、うわ、なせこかーと思って。一応元はね、配信ライブ最初の頃はやり方が分かんなくて、持ち込むっていう手段を知らなかったんですけど、なるほど、ちょっと学びました。いや読めれた。いや、まあ、言ってよって。いや、こうすればよかったんやけど。僕もだからね、よくは最初初めて配信ライブだったんで分かんなくて、うん、これどっかでコメント見れるのかなと思って聞いたら、うん、いや、携帯持ち込まないとダメだよって。なるほど。すかさず持ち込みました。それが私の確認不足だったわけですね。悔しい。はい、ということで、コメントいっぱいありがとうございます。焼肉食べ放題？焼肉大好きなんですよ。あ、そうなんですね。そう、阿佐ヶ谷ドラムさんのちょうど上にも焼肉屋さんがあるんですよ。確かに。ぜひね、今やっぱり阿佐ヶ谷ドラムさんもこうやっぱりコロナの影響で人数制限とかありますけど、うん、ぜひね、足を運んでライブ生で楽しんでもらいたいですね。そしてね、上で焼肉をいい流れかなと思います。とんかつも美味しいですからね。ああ、ありますね。そうなんですよ。すごい、九州の人に向かって発信をしているはずなのに、この阿佐ヶ谷ドラム近所の周辺の情報をだけど ね、これがまたね、九州豪雨が落ち着いてね、コロナが落ち着けば、うん、今皆さん、九州の人ね、遠征ができるかもしれない、はい、うん、ぜひぜひ遊びに来てください。でも逆にね、これをご覧いただいている方で、うん、まあ、ちょっと九州が落ち着いたら、うん、ちょっと九州行ってみようかなっていうのもね、いいとこよ、ね、よかとこいっぱいあっけん ね、本当にね、そうだそうだ、いいぞいいぞ。でもじゃあ九州の、うん、てかまあ福岡にはなっちゃうかもしれないけど、うんうん、好きなスポットとか話します？好きなスポット、わー、いっぱいある。何がありますか？私はやっぱ桃地浜結構好きです。あー、すごい、桃地浜、うん、よく行きました。行きました。ね、あんまり引きこもってたんで行ってなかった。あれ、なんか聖地、朝方のまま聖地、いや、本当ですよ、ありがとうございます、ね。あ、夜のライブ終わる時間には閉まってますけどね。じゃあ、始まる前に、始まる前にね、腹ごしらえをして、栄養つけて、栄養つけて、うわーっていう。でも皆さんのじゃあ逆にね、九州のか福岡だったり、まあね、それぞれの九州、好きなところのコメントもぜひ欲しいです ね、スポットね。あ、確かに。うんうんうん、コメントもお待ちしてます。推しスポット紹介。素晴らしい。推しスポットっていうね、これが。うん、
あと、長崎もね、結構海とか綺麗なんですよね。長崎ってなんかちょっとコンパクトにスポットが積もってますよね。うん、確かに。坂が多いですもんね、そうですね。私、長崎の市内の方に住んでたんですけど、はい、1年間だけ。坂道が、急車がすごすぎて、1年間自転車乗れなかったんですよ。でも、もう本当に雨が降ろうものなら、もうなんかこう、これはスライダーですかぐらいの感じで、ウォータースライダーっていう、もう。推しスポットとか焼肉いや確かにね、もう焼肉美味しいとこたくさんありますよ ね、焼肉弁当ですね。あの観客焼肉臭いぞってねたわれるんですね。長崎もそう、長崎も行きたいですね。うん、ね、なんか長崎は、その海の近くにある美術館に行きました。私美術館、うん、美術館、海辺にある美術館があって、私も記憶が曖昧なんですけど、あれ長崎ね、うん、僕はね、修学旅行で、じゃあ浦上天主堂とか大浦天主堂とか、そう、ハウステンボス、ハウステンボスはね、厳密に言えばなんか佐世保だから長崎じゃないぞっていう人も中にはこういらっしゃるので、コアな長崎の方には申し訳ないなと思いつつ、ね、確かに九州はね、修学旅行ハウステンボス行く人多いかもしれない。小学校とかね、うん、そう、私小学校、福岡の学校から修学旅行宮島行きました。羨ましい。すごい。広島っていう。めちゃくちゃすごいですね。だいたい小学校はみんなもう、うん、ね、長崎行って、うんうん、ハウステンボス行ってぐるって回ってくるみたいな、だいたいこう、うん、セオリーみたいな感じ ね。お、長崎県民は自転車乗れない方がいらっしゃると某県民賞で、あっても意味がないよね。これ見たかも、確かに。坂が多いから練習できないですよね、多分そもそも。なんですけど、私クラスの子が自転車乗らないくせに一輪車で坂道登ってました。その人はなんか曲芸師さんかなんかなんですか？いやいや、普通の女の子ですよ。そうなんですか。佐世保県民です。佐世保、佐世保県民、佐世保県民ね、工事被害があった、ね、そう、逆に今佐世保の方は佐世保の方でね、すごいここがいいよっていうところもあるし、ね、大分もね、そう、大分は私温泉ばっかり行きました。あ、いいですね。ね、熊川とかね、大分、熊本もね、本当とかもいいし、大分も本当いいし、うん、大分僕別府によくですね、歌いに昔行ってたんですよ、ライブで。そう、ね、温泉の中でですか？あ、けどね、宴会場で歌ったこともありますよ。あ、なるほど、すごい。いろんなそういう面白いイベントたくさんありますよね、九州。そう、宴会場で歌ったりとかね、うん、まあちょっと温泉近いけど歌ってそのまま入らず帰ったりとかね。ね、お、九州の修学旅行のテーマって財布天満宮。逆にね、今回確かに気になりますね。僕らみんな福岡市出身ですって言ったんですけど、逆に今福岡の人たちは今ここで話をした大多数決まって長崎に行ってると、例えば長崎の方とか熊本とかね、鹿児島とか大分の方は逆にどこに行くんだろう。それこそこの太宰府天満宮ですかね。長崎の方は太宰府に来てるみたいな、交換留学交換留学ね。まあ、でも九州はスポットもそうなんですけど、うん、食べ物がね、私美味しいですね、本当におすすめがいっぱいあるんですよ、ね、あとあれですね、駅とかが結構もうお土産が帰るたびに、うん、3ヶ月前に帰ったばっかりなのにこれ見たことないよっていうのがもう 5,6 個とか普通に増えてて、今ね、確かに前はね、コロナある前はちょいちょいライブで帰ったんですけどね、博多駅とかのお土産コーナー気づいたらすんごい新しいのがいい。いやもう本当に、なんかもう限定がいっぱい、どれ買って帰ればいいの私っていうなっちゃう、ね、通りもん買っとけば間違いないってよく言われますけど、ね、いやでもせっかくならなんか発掘したいじゃないですか、通りもん以外のものを、これ2だから知っとるけんねみたいな。でも私博多ブラブラを知ってる人がいたらすごいなって思います。博多ブラブラ結構私知ってます。なんか私ユニットをしてるんですけど、うんうん、福岡で、うん、そのユニットの中の曲の中で、うん、歌詞に入れちゃってるんですよ、ブラブラってブラブラって。もうなんかもう初めて聞く方は なんだそれってなってると思うんですけど和菓子っていうんですかね、うん、あれはあんこと和菓子かな、確かにね、うん、美味しいですよ。美味しいですよ。美味しいですよ。はい、これでなんかね、九州の良さがちゃんと伝わったかちょっと、ね、おすすめスポットを言ってないですからね。うん、あ、じゃあおすすめ何かありますか？おすすめスポットとしては、はい、まあラーメンで、あ、美味しいラーメン屋さんがあるんですけれども、中洲。
じゃあ親不孝です。多分ね、僕が言おうとしたやつだと多分かぶってると思います。親不孝通りっていう名前がね、ちょっとあれだからちょっと漢字が変わったんですけど、親不孝通りっていうのがあって、そこすごい音楽にも熱いスポットで、福岡の中でも、そうなんですよ、そこにある小丸というラーメン屋さんがとても美味しいです。ぜひ戦国武将の将にね、普通に丸です、普通に丸いとかの丸です。はい、ちょっと僕チャットで打つ。これはなんかもうなんか美味しいもの、いや、もうあれです、食べ物トークは私結構もう何時間でも喋れちゃう感じなんで、これはまずい。そう、美味しいんで、ぜひ皆さん特に九州の方、福岡の方とかもそうですけど、はい、もしご存知ない方ぜひ行ってください。美味しいラーメン屋さんです。はい、ぜひぜひ。ラーメン、ね、もうなんかちょっとこれなんかお腹空いてきました、ね、私ね。まあ、このね、ここら辺でじゃあ一旦このトークはこれ多分ずっとラーメンの話しかしなくなります。僕もこのまま話振られたらラーメンの話しようかなと。ラーメンの話を。そう、あとはうどんですか。美味しいですね。あ、うどん、ごぼ天がね、なかなかないんですよね、こっち、ね、あ、そう、ごぼうのかき揚げウエストもないからね、あんまりなかなかね、美味しいんですよね。もう話やねんって感じ。そう、もうちょっと食べ物の話が止まらなくなるから。はい、今回、このライブを通じてこの募金を、ね、集めさせていただいてるんですけれども、はい、その、まあ、募金まだ8月の15日まで。10日ですね。ごめんなさい。10日までですね。8月の10日まで、その期間を、まあ、設けて、集めようと思っています。はい、ぜひね、まあ、お気持ちというか。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、今回その募金にご参加くださった方にも本当にわずかではありますが、はい、私たちのなんだろう、まあ、美味しいものでも話しますか。アフタートークですね。シークレットアフタートーク的な。アフタートークの動画は何やねんってなるかもしれないけども、はい、ね、ぜひ食べ物の情報が知りたい方は。そうですね。まあね、送らせていただきますので、はい、本当わずかな気持ちではありますが、本当にありがとうございます。ありがとうございます。いますね、でも本当に早く落ち着くといいですね。本当ですね。もうね、もう本当に雨も心配ですし、やっぱコロナもやっぱり ね、今大変ですので、うんうん、はい、ちょっとそんな感じで、はい、本編は以上ですかね、はい、そろそろお時間かな、お時間となっているかな、ですか、ね、あっという間だ、あっという間だ、はい、このなんかぬるっとした感じも結構私福岡県民ならではだなって思ってたりするんですけど、ちょっとぬるぬるして本当に、ね、申し訳ないですけれどもぬるぬるした福岡県民ぬるぬるぬる、なんかのーんというか、ぬーんというか、ね、ちょっとのほほんとしてますからね、いいとこですよ、はい、はい、ぜひぜひね、落ち着いたら遊びに来ていただけたらなと思います。はい、はい、ではでは4連休最終日、お付き合いいただきありがとうございました。じゃあみんなでなんか福岡っぽいバイバイみたいなの、じゃあね、福岡っぽい、じゃあね、またね、そいぎねは佐賀ですよね。また一つ今学びましたね。じゃあまあまたね、またね、はい、ではでは皆さん良い週明けになりますよう心からお祈りしております。九州もね、日本全国、ではでは皆様またねー、バイバーイ、バイバーイ、ありがとうございました。ありがとうございました。